関西エモンマスターの坂本です。今週の商品はこちら。株式会社川端のダッコーディードでございます。これを売っちゃうのこれ。違いますよ。こちらでございます。こちらから。こちら。わわ、目目開いてつぶたみたいな。こちらでお願いいたします。あ、そうですね。これすいません、カバンなんですけども、カバンとでこういった赤ちゃん、まあ小さいお子さんですね、もう抱っこにできるっていう、一つで2役できるカバンでございます。もしこういうテーマパークとかで眠られたりとかしてですね。抱っこするときに大変だっていう声をあったということで作られた商品でございます。すごい、ごめん、何も入ってけんかった。幼児はね、多分歩き出した方を、あ、だから2歳から4歳ぐらいまでですかね。これも、これは普通のバッグ。これは、あ、これからこうですね。あ、まあまあ、あ、こうだし、あ、出すんですか。これが、はい、赤ちゃん、この赤ん坊、赤、まあ、幼児と言ったて、はい、あ、幼児か、はい、赤ちゃんじゃない、赤ちゃんじゃない、はい、2、3歳、うわ、そういう、え、で、まあ、こう背中に、こういう感じです。あ、で、このあ、なんかすごい一体感があるね、これ。そうね、割としっかりしてるよね、これ。え、何が入ったんじゃない、もう、こういう感じ、こういう感じですね。こういう感じですか。はい、ほら、なんかちょっと、イクメンですね。え、違うんですか。これがちょうど背中、後ろに倒れないように支えてると。もういいんじゃないですか。で、これがバッグにもなりますんで、すぐ物が出せる。あ、そうな、はい、あ、これや、はい、あ、ほんまや。あ、使いやすそう。あ、もう一個、いろいろいっぱい収納できるんやね。へえ。お子さんをですね、抱っこしない時にはですね、こういった形で。あ、ほんまやほんまや。はい。それはね、しっかり金属が入ってるんです。軽いですから、軽いですけどね。そうです。これをですね、取り外して、いただきましたら、今度これを普通の、はい、バッグということでお使いいただけます。どうですか。ご挨拶して。はい。出てしまってます、ね、開いてますよね。関西もね、抱っこ紐ならぬ抱っこリード、カバン兼用の、はい、まあ、抱っこというか ね、 そうですね、ぜひ皆さんね、お買い求めいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。